はい、こちら。はい、こちら今は九州再生医療センターに来ております。あとここからはカメラマンさんのセンスが光るところだから。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、九州再生医療センターの、中を見学していこうと思います。どういう建物なのかっていうのを伝えていきたいと思います。では行きましょう。玄関、入り口がこっちがリハビリセンターの入り口で、こっちがクリニック側の入り口になります。まずはじゃあリハビリの方から行こうと思います。はい、ここがリハビリの中になってますね。ここはカフェスペース。カフェスペース。ここはカフェスペースで、まこちゃんの YouTube を流していただいております。で、こっち側がリハビリゾーンですね。こんな感じで。今ちょうど奥で春をつけてる方がいるので、ちょっと覗いてみますか。ちょっと。ここが春ゾーンです。こんな感じでここがリハビリの場所になっていて、 PT さんが今いますね。イケメン PT だそうです。めっちゃマスクちゃんとし始めた。やばい。はい、こんな感じでここがリハビリ施設になります。じゃあこのままクリニック側に行きます。こっち側が一応クリニックにつながってる場所になってて、ここがクリニックの受付になります。めっちゃ宇宙みたいな感じ。すごい映えスポットです。めっちゃ映える。右側こっちですね。こっちがこっちが診察室になります。全体的にこう宇宙空間のような、宇宙空間、宇宙ステーションみたいなこう作りになって、なんかメインブラックみたいな感じだなと私は思ってますけど、ここもなんなら映えスポット、めっちゃ映えスポットじゃない。です。まあ、部屋の中は開けてみるとこんな感じになってますね。ゴージャスな感じでございます。あ、そうだ、LED、ここも変えれるの？すごい、さっきリハ室でやらなかったけど、ほら、LED が青と緑と赤で変えれます。これリハ室も変えれるんだよね。気合い入れたい時は赤みたいな、安らぎの時は青みたいな感じで。え、ここも変えれるんですよね。うわ、すごい。です。スタッフオンリーなところですが、入っていきます。
ここが培養施設になります。以前動画で私が培養所に行った動画があると思うんですけど、その培養所がこっちにも来ることになっています。そして稼働してる時はその培養してるところに入れなかったんですが、今まだ稼働してないので、特別に入ることができるので、今から入ってみようと思います。はい、こっちかな。まだちょっと工事中な部分もあるし、なんかちょっと感じない。こんな感じで、あっち側も行けないの？どっちなんだ？どっちなんだ？工事をしてる業者なので、今、営業のところの工事をしてる業者さんがたまたまいらっしゃったので、ちょっとここの説明を音声だけで、カメラの後ろに行っちゃってください。はい、じゃあ説明していただいていいですか？はい、入るかな？いいですよ。はい、はい、パスボックスという機械です。この白いやつですか？はい、これ、はい、こちらはこれはパスボックスという機械でサンプルとかを向こうにあの受け渡しをするボックスで、はい、なるほど、つながってるんですね。つながってます。へー、はい、こっから本当はいよいよ白衣じゃないと入れない、白衣っていうか白あそうですじゃないと、はい、ちょっと硬いですけど、どうしたっけですかこれ。あ、はい、中に入っていただいたら、まあ、自動で、はい、なんか消毒するところ、ここはあのクリーンルームの中に入るときに、はい、もう一枚あのオーバーガウンをガウンを着るような部屋になってます。へー、それはここにかかってるんですか？あ、そうですね。なるほど、はい、ここで同じようにメッキンをする。へー、どっかに通常一応扉が、はい、あの同時に開かないようにあのそういった電子錠がついてます。あ、へー、はい、ちょっと開けていただいていいですか？はい、失礼します。あっちにあるのがあれですよね、あの保管しておく冷蔵庫ですか？あ、そうですね、 CO2 インキュベーターといいまして、37度で 5% の CO2 濃度を導入する機械でして、はい、あの取り出したサンプルをあのあちらで培養する、まあ、体内と同じような37度の状態で CO2 をかけてあげて、で、これが攪拌機でしたね。そうですね、遠心分離機っていう機械になります。はい、はい、で、ここが本来あのよく見る人がこう手突っ込んでやるところですよね。はい、まあ、これを開けていただいたら、お、やった。え、自動で、はい、動くようになってます。人入んなくて、こうやって。あ、そうです、そうです楽しそうだ。なるほど、入れないですもんね、稼働したら。そうですね、で、まあ、今コロナの検査とかでもこういった安全キャビネットを使って感染症の患者のサンプルを採取してここで培養したりとかっていうのもできる機会です。はい、じゃあここからはセンターの裏側というかスタッフさんがいるゾーンをお伝えしていきたいと思います。私もまだ行ったことがないところが多分あるので、すごいね。こっち、こっちがスタッフさんの、ここ何？これまだ個人の。まあトイレとか更衣室。作業部屋。あ、なるほどなるほど。あ、で繋がってる。うん、おお。ここも。畳が多いの、めっちゃ畳が多いのここも休憩室みたいな感じですか？作業部屋。これ作業部屋。へー、で、こっちが会議室のゾーンですね。会議室、ここが第一会議室。あっちにもう一個ちっちゃいの、はい、で、ここなんですか？開けたことない。ちょっと覗いて、物置でした。物置。あ、で、ここが、私もまだ入ったことないんだよね、ここ。ここがスタッフさんの休憩室。おにくそでかいモニターが2つ。ここ何がテレビ映る？テレビ2台。
すごい。で、こっちが、社長室。ここ社長室なの？ここが社長室でございますね。なかなかサルマンションになって、ここが次、あ、ここは事務局長室になりますね。Thank you.